あと炎1個で、あ、奪った。これ超秀吉じゃないの。やばすぎだろ。バーチャー3行くぜ。俺たちとは俺流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。全国の番長3ファンの皆様、お待たせいたしました。番長3から打っていきたいと思います。マヌマギが前回良かったんで打ちたかったんですけど、なんか今日はね、朝一それっぽいお客さんっていうんですかね、まあなんか期待値を第一に掲げてるようなお客さんが今日多かったんで、やっぱりマヌマギ番長3絆は今もう全大稼働してまして、カウンターとかを使ってる方がね、まあ多いんで後相撲は難しそうって感じですね。前回僕アット小平アッコラさんでマヌマギ閉店取り切れずをやってるんで、初メダル3404枚かな、再プレイは500枚までかな、もう実質500枚までは無料で回せます。その500枚でね、なんとかまとまった出玉になればなとは思ってます。おー、特訓241回転33ベル、変なタイミングだな。いいね、アンモナイト。対決256回転8点。おー、バドミントンチャンス。はい、よし、ラストチャンス。いや、弱いな。あ、チャンス、チェリー。おえー、絶対書き換えた。260回転持ちコインって、あのね、再プレイだから、まあ、大体投資400枚くらいいきます。据え置きっぽいんだよな、まあ、分かんないけどね、もちろん。237枚、2セット。なんか違うな、番長3見てる人もそうだけど、飽きたな、この台。やめる、慣れた。まあ言うてもね、俺が見てて側の人間だったら、初玉再プレイの番長3の動画見たいかって思ったら、もうまるで見たくないんだ。本物の本当のパチスロ実践お見せします。はい、ってことでね、やってきたのが正宗。いやね、いや僕もね、普段はもうしがないサラリーマンですよ。やっぱこの台を朝からぶっ壊してみたい。再プレイで番長3打ってる場合じゃないんですよ。だから2代目は正宗で行きたいと思います。ねえ、もう事故ってもう満杯出えへんやんっていう時間帯になったらやめます。視聴者が見たいのはバチバチに台と殴り合うところ、それが見たいんですよ。ちなみにこの台500回転だけ回したことがあるんですけど、
ほとんど中身知らないんで、僕が知ってることは超秀吉決戦が 85% で7が揃うっていうことだけです。ってことでチョメダル500枚なくなったんで、ここから現金ですね。まあそういうことよ。もうチョメダルでシコシコやってる場合ちゃうの。じゃあお金入れました。まあ実質こっからスタートっすよ。やっぱパチスロは瞬間のアートだから、もう前回の実践のもねメタルをね持ち越すなんでね、もうナンセンス。お金下ろしてきたんで、まあなんだろう、まあ、500万を現金と換算していいのであれば2万円投資で今3万円目って思うと、まあまあお金入ってますよね。まあ、再プレイなんか分かりにくいんですけど、とりあえず500枚と2万円なんで3万円なくなったんで4万円目崩してきます。あった、はい、よーしよ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 し、840回転ここで変えていくと、追加おらこれよマジで。来たわ秀吉、ドア玉からめっちゃいい曲流れてる。ここで溜まったんじゃないの。ちょっと早いかもしんないけど、もうお金しまっちゃいます。ってことでやっぱ揃えて、これがまあ要は秀吉決戦になると。ここが閉まりますからね。で見せかけてだからね。青っていうところまでは知ってる。子役ね。これは最低保証かな。ダブルマジ持ってくるからこういうのね。金ナビ、ダメ。これで5個揃えました。いけるね。なんか光ってる。いいね。こんな揃うっけこれ。あんま知らんけど500、素晴らしい。あ、これ追加こぼすから。ごめんごめんごめん。いやー、スイカ揃えたのに。あ、で終わりか。あと少しだったね。あと1個よこれ。見える？炎、あと1個よこれ。うわー、ないわ。あ、レインボーになった。え、あ、これか、右のやつか。お前ぶした。まあ、190ゲーム素晴らしいんじゃないか。合計220ゲームで、これ揃って、まあ、秀吉決戦に行くのかってところか。こっからよ、いくぜ。はい、頼むぜマジで。うん、ありがとういくぜ次ダメだったわ。よし、14ゲームすぐ当たったからの来いよ秀吉。あ、マジクソ。
頼むぞ。お、50ゲーム設定1でも 20% でしょ。そろそろいけるはず。いくぞ、いい時の自分。はい、いやマジか、弱い。白、おら、行くぜ。今度は一体ちゃんと演出見る。チャンスアップだろ絶対に。エロシーン来たこれ。あ、もう行ってる行ってる、すでに超えてる。え、やべえ、秀吉かくった、やべえ。おい、ハピネス、秀吉決戦最高。ダブルや、こんな感じになるんだ、かっこよすぎでしょこれ。秀吉決戦と、こうやって言ってる。なんかいいことあるかな。はい、チャンス目だね、まあ、これは揃うからね。ここは最低保証。あ、ボタン押し忘れた、ランプ確認するの忘れた。はい、怪しいなこれ、頼む。いや最低保証。あ、継続した、こういうこともあると、素晴らしい。ハサミってこれは転廃しなかったら外れかな。さて皆さん目押し見せてください。あ、で終わっちゃった。3回されました。ここで後期バカタレ、着地、110ゲーム上乗せ。一応これでも残りゲーム数すべて消化しまして、1271枚、逆押しでいきます。後期とジャックチェリー、チャンスは続くと。え、強チェリー、なんかあってもいい、なんもない。二択になってくれるとか、二択になったね、逆押しでよかったんだ。変えてくスタイル、逆押してよかったんかい。次は真剣にてことで1296枚で終了です。投資が3万3000円だったんで、まあぼちぼち帰ってきました。なんか楽しかったんでもうちょい続けます。万枚出えへんやんっていう時間帯になったらやめます。止めたいのか、これ。あ、チャンスだ、よし、早いぞ。47ゲームバーだよな、外れろ、素晴らしい。よーし、やるて。で、ここで求めるのが秀吉決戦、来いよ。また来ます、揃えて。そして欲しいのは、欲しいのは、頼むぜ。グン、ファイブした、来た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 。上乗せなさ、文字がさ青かったけどさ、あれ関係してるのかな。最低保証、こっから大事、止められるものか。よし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 、3つ目
ええこれは何なん、今のは1回分おまけってことかな。破る、いや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 、秀吉決戦面白すぎたよ。よしよしよし、赤やこれ。いやこれ終わりそう。ナイス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 、で5発揃えたと。いやーやべー、よしこれ2択っしょ。よし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 、取れ、よし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 、事故ってまいりました。金ナビ、あと1個で超秀吉、これで終わるんだろうな。よくできてっからな、多分な、パッツローってな。いけるいける、あと炎1個で、あ、奪った、これ超秀吉じゃないの。やばすぎだろ、これ事故ってんな、これマジでやべえ、たまんねえわ。 85% だからね、激アツ。まあそろでしょう、ダブルと 85% だからね、終わらないっしょ、もう全部いっちゃう、チャカチャカっと。ミスった、ごめんミスった、これで終わらないで、あ、継続、オッケーオッケー、ごめんごめん、頼むぞ、演出が弱い。よーし、よっしゃー、来た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 、弱いのかこれ、あ、これ弱いだろ、あ、怖え、継続して、あーダメだね、あ、思ったより超秀吉は弱かったね。おぼろさんが出てきたんですが、やば、鳥肌がやばい、まだやらせてもらえる。金ナビナイス、激アツ、いいよ、あー終わるかも、終わらないんだよね、終わりそう、ダブルか、耐えろ、終わったね。ってことで、19発揃え、まあここで揃えればいいと。人間体関係、ここで逆押し、逆押しを叩きます、逆押しのレバーを、いい時の自分、今もう完全に逆押しのレバーオンできたはず。ああ、ここよね、まあ、最低でも600以上は絶対あるからね。19回、これめんどくらい、ちゃんと押していこう。で、次15個、これやべえぞマジで。宴の準備じゃーまあこの野郎だからね、いけ、意外といかないね、
宴の準備は言い過ぎやね今ね。まあね710内藤さんよ。持ちコインが1800枚ぐらいってことは投資が3万3000なんでまくりました。こっからがプラス分です。時間も十分にある。16分の2、8分の1だよ。だいぶ弱いよ。1以下。2000枚突破。おー行くぞ。とりあえず揃えればいいっぽいです。行きます。よし子役だな。これはこのタイミングでスイカを引く神二択とかした。273ゲーム。もう16スルー15スルーとかしてる。いきます。もう弱すぎだろコウキ。これチャンス目じゃん。チャンス目ナビねえんか。チャンス目引いて汚れすごい。29回揃えたってことか。1050ゲーム2122枚で終了です。いや710乗っけてもうちょい伸びると思ったんですけどね。秀吉決戦引けませんでした。いただきます。はい、お昼行ってまいりました。もうめちゃめちゃ今日35、6度あるんでめちゃめちゃ暑いんで旨辛ラーメン食べてきました。と次のあたりくらいでやめちゃおうかなと思います。おっと、おいけた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 。これ揃えればいいんですよ。これでよいしょ。273回転。はい、いやー挟みます。無理。順順順、はい逆、よし。バカタレがバカタレがバカタレが流れを読まないと。やべえ、283回転ではいきます。ぼちぼちいい頃、設定にでももういい頃いけ。ああもうなんだよお前。もう思ったけどこれ50ゲームで何ができるの。はい、よしよしよし。34ゲームダブルやダブルやナイス。100、あそういうこともあんだ。なおかつさらに全然いかないでも100チャンス。チャンス目残り1ゲーム。戦況ほぼ経由しないでどうなるか対決ですね。さっき子役引いて発展しなかったから多分これ勝ち確じゃないか。残り0ゲームの発展は勝ち確だと思うよ。そんなことはない。うわー当たれば、当てれば家康か。これ当てれば秀吉か。家康はあの太ってるやつだな。
ここは俺はまっすぐ、ここはまっすぐ順押しだ。これは調べる、さっき順押しだ。では今順押しが2回続いてるってことは、これ順押しで行くっしょ。ほらほらほら、3回連続順押しじゃい。マジで勝ち取ったわ、これは。いきます、この最低保証ね。また見忘れた。まあいいや、あ、見ない方がいいよ、こういうのは。わからん方は奇跡が起きるから。弱いな、頼む。あー全然ダメだ、3発分。勝負はお預けじゃ、出直していく。このスロープ開始。おお、パスなのか。ヘイトを貯めろ、370枚。楽しかった。まあ6時から打つ機種でもないから、なんか移動先探します。はい、では移動してきたのはウルトラマン72、1071回転。もう食べ頃のタイミングで空いてたんで、これをちょっとだけ打って4045枚、今日の収録を終わりにしたいと思います。僕ウルトラマン7すげえ思い出というか、結構打ち込んだ機種なんで、懐かしい気持ちになれればなと思ってます。全然違う、あの頃と。目がおかしくなりそう。初代ウルトラマン7が全盛期の頃ですかね、13年くらい前、まあ、その頃僕はもうね、初代北斗の拳に狂っていたんで、全盛期の頃は打ってないんですけど、その後のなんだろう、初代花の刑事が出たぐらい、多分有名、中野のウルトラマン7を島で置いてる店があって、もうそこは結構通い倒すレベルで打ちましたね。だってもうウルトラマンセブンスレもう決まったメンバーしかいなかったもん、その頃。もうウルトラマンセブン変態479って前から出るよね。その中の多分 18% か 20% ぐらい通常だからね。めちゃめちゃおもろかったんだけどね、もうやっぱ出るし。でね、あの筐体がねいいんだよね。なんかあの止めるところ、そのボタンを打ち止めするところが人差し指で遠いんで、遠い位置にあるんだよ。あとあの同じ筐体でいい機種というと歌舞伎ソード、あれ多分ね相当デジハルの中でも甘い、ゲロ甘。お、バイブしてる。あ、タイマー長いよ、23秒ぐらいあった。これワンチャンスじゃない。ライブモードはまだ弱いんだよね。赤 UFO 鍋って呼ばれてたね。継続で、キリさんね、バイブスがマジやばい。あれ、これ金じゃない、今金じゃなかった、金鍋。お、金金金金、当たんじゃね。お、金金、え、当たんじゃね。ありがとうございます。これまだウルトラマン7-2当てたことがないから、もうただ演出に圧倒されるしかない。俺はもう張り付いてスーパーリーチ行け。あー、これ外れるわ、これ外れるやつや。マジでか、あんなギャンギャンやって金でキラキラしたのに。赤放流がそこまで強くないんだよな。でも決戦が赤文字、
金保留に変わるとね強いんだけどね、もう変わんないかな。赤保留はそこまで、あとはカットイン次第か。緑だったら絶望言わんこっちゃない、当たらんねこれね。なるほどね、いきます。まあ仕方なしと。はい、では、まあ、ウルトラマンセブンにちなんで7000円入れたところでこれで今日の実戦を終わりにしたいと思います。まあ、これ以上入れてしまうともう7万円まで入れないといけなくなってしまうので今日はこれで終わります。ってことでお疲れ様でした。ちょっと明日も収録があってなんか飯食い行ったりだとか飯作ったりとかできないからコンビニでねちょっと買ってきました。パチスロで勝った人間がコンビニでどういう贅沢をするべきか、最寄りのコンビニはセブンイレブンだから、まずこれよ、おすすめ、コリコリした食感が楽しめるレモン風味スモークタン。これね、これもやっぱカロリーも低くてタンパク質も高いと、まあ、カロリーはまあまああるね。やっぱ勝ったからにはこれ、ね、グリーンラベル、まあ、いつも栗朝のところを今日買ったからグリーンラベルで、こだわりはもうこの 350ml。 ロング缶はやっぱりね途中でねぬるくなるし炭酸も弱くなるんだけど、この350が一番ちょうどいいね。今日大勝利バロス、逆転勝利だね。お疲れ。でこのスモークタンをねぶち込むんよ。変わらない味、これちょっとおすすめかわかんないけどね、なんかうまそうだったから買った。香ばしい厚揚げの肉味噌あんかけ、ちょっと温めてくるわ。今これ温めてきたんだけど冷蔵庫見たら納豆とキムチ、いやこれめちゃめちゃ合うからねキムチ。しかもなんかね納豆とキムチって同じ発酵食品じゃん、これ合わさるととんでもないことになるらしい。俺と正宗みたいな感じよね。俺のおすすめは芯のとこじゃなくてこの先っちょケチャケチャやんっていうところを使うと混ぜやすくてうまい。これねここの糸引くやん、これパキッてこれもうねこうやってやってやれば、ね、くっつかない、でも汚れないと。うますぎる。今回、ワロス正宗奇跡の回見ていただきましてありがとうございました。まあ少しでもねおもろかったって思っていただけたらグッド、なんかワロスなんか最近つまんなくねって思ったらグッド、いやお前マジかほんともう動画上げんのやめとけって思ったらグッドでお願いします。あとねチャンネル登録もねしていただけるとね幸いです。最近増えてきてね1万5000円超えたのかな、1万5000円じゃないわ。それではお疲れ様でした。